こんにちは、花屋龍馬シリーズでございます。いや、ずっと私はね、モテるためのなんかね、動画をねやってるんですけどね、なんか抵抗勢力と言いますか、花屋龍馬さんの方からモテるモテないの話がなかなか出てこなくてね、今回は変化ですか。まあ、モテるに変化するというふうにつなげていきましょうかね。はい、じゃあね、40代は過ぎて、もしくは30代の半ばぐらいから始まるんですよね。始まる人はどうしてモテなくなるのかなってことなんですよ。やっぱりね、年を取ると基本的に男性はモテなくなります、女性から。これはね、認めないといけないんですよ。で、モテる男性っていうのもいるんですけども、全体の 10% 以下です。その人たちが年齢を重ねても男はモテるよって言い張るんで、他の男はね、勘違いして、あ、年齢重ねてもチャンスがあるんだと思いますけども、確かに年齢を重ねてもチャンスはあるんですけども、何もしないそのままではチャンスはどん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 削がれていきますからね。若い方が有利なんですよ。若い方が有利、男もね、20代の方が絶対いいんですよ。まずは見た目ですよ。中身は確かに年を重ねるごとに中身も充実してくるチャンスはあるでしょうけども、でも20代で中身を詰められなかった人っていうのは30代でも詰まりません。40代でも詰まらない男になります。まあ、ですんで、時間が経てば中身が詰まっていくと思ったら、これは大間違いなんですよ。逆にですね、40になったからそれなりのもんだろうっていうふうな自己肯定感がダメ。あともう一つ、俺って若く見られるって言われるんだよね、これもダメ。それはね、社交辞令ですから。誰も若いなんて思ってないです。むしろね、若く見えないから若いっすよねっていうふうに気遣ってもらってるんですよ。だからね、自分はね、年相、もしくは年よりも2割増ぐらいで見られてると思った方がいいですよ。そんなこと人に言えないですからね。あんた老け顔だよねって言わないんですよね、思うでしょ。私もね、48ですよ。もう50歳になるんですよ。こんなね、ジョジョの帽子かぶってる場合じゃないんですよ。で、お気づきの方います？私ね、眉毛切ったんですよ、昨日。眉毛の方って違うでしょ。表情に穏やかさを見せるためにね、ちょっとこう補足しました。昨日の動画と見比べてみてください。昨日はね、動画、りょうさんみたいに太いですから。というところでね、じゃあどうやったらね、モテるんだと、どうやったらモテるような形ができるんだってこと、今日は3つお伝えしますね。1つはですね、若く見える秘訣としてはボディですね。ほっといたら大体ね、ボテッとメタボバラになるんですよ。これはモテないです。全然ダメです。これね、男性から女性を見るときでも、女性特有のボディラインってあるでしょ。あれが壊れてる人にちょっとおばさん臭さとか年齢感じるじゃないですか、ずんぐりむっくりみたいなね。だから基本的に男も女も太めはモテないですよ。で、女性はぽっちゃり型っていうのが人気があります。まあ私も結構好きなんですけども、ぽっちゃり型って言っても基本的にボディラインっていうのは壊れてないんですよね。で、ちょっと腕がプリプリっとしてるとかね、太ももがムチムチってしてる、そのぐらいをぽっちゃりと呼んでますから、本当にこれぽっちゃり、自称ぽっちゃりの女性って実はね、太ってる分類になっちゃうんですよ。だから男性も、俺の体まだ若いからいけるかなって感じで、お腹に力を入れるレベルの人っていうのはデブと見られてますから、これはダメですね。ダメだから体ですよね。やっぱり筋肉隆々の戦闘力のある体じゃないと、シャープでスリムなね、吉川晃司さんみたいな体じゃないとちょっときついですね。熊本のね、私のね、友人がね、バンドやってるんですけども、キラさんって方、彼はモテるボディしてます。顔もいいです。まあちょっと誰のことか分かんないと思うんですけどね。まあそういう風なね、ボディが大事です。1つ目。2つ目なんですけども、清潔感なんですよ。清潔感っていうのはまさにね、着るものとか髪とかね、表情のメンテナンスが必要になってきます。男性用の美顔ローラーっていうのも有効なんですよ。でも基本的には顔の表情が豊かであることがすごく大事なんですよ。で、私の動画は表情豊かだと思うんですよ。自称豊かだと思うんですよ。感情をあらわにできること、愛情とか同情とかね、共感っていうのをあらわにできること、非常に大事です。ですんで、ちょっとね、かわいそうな話を聞いたときは、片目つぶって、わー、かわいそうだね、みたいな感じでね、片目をつぶって、あーっていうのが大事なんですよ。役者ですね、もうほとんどね。まあでもね、本当に大事なんですよ。で、3つ目なんですけども、清潔感の次はね、やっぱこう、感じさせるようなね、フェロモンが大事ですよね。フェロモンっていうのは、どうやって出すのかってことなんですけども、これはね、精神の持ち方がフェロモンを出すというふうに私は思いますね。科学的根拠はありません。でも、何かに取り組んでいるとかね、挑戦しているとか、一つの方向に向かっているとかね、様々なものを受け入れようとしている精神っていうのは、そのまんま、いわゆる男臭さになるんじゃないかなと思うんですよ。男臭さですよ。特に若い頃の男臭さはあんまり必要ないんですけども、30半ばと過ぎてね、40入ってくると、やっぱりね、男として生きてきたその限りというかね、なんか重々しさとかね、
男臭さがいるんですよ。だからフェロモンって匂いのことじゃないんですよね。匂いに似てるんですけども、雰囲気というかね、本当になんかあいつの匂い、匂いも匂いじゃない、香りじゃないんですよ。香りとかね、鼻に来る匂いではなくて感じさせる匂いですよね。まあ雰囲気というのが近いのかなと思います。これはね、日々戦いの中で生きてないと生まれてこないんじゃないかなと思います。なんとなく物事に流されてしまったとかね、自分の人生に魅力を感じない人にはフェロモンはないです。自分のこと大好き、俺ってすごいやってるぜみたいなね、ある意味ね、自己肯定感がここではちょっと使えるんですよね。でもその自己肯定感を外に出すことなく感じさせる自己肯定感だから、昔俺こんなことやってたんだよねっていう風な武勇伝を語らないんだけども、聞かれたくなる、聞きたくなるようなね、それが男の匂いです。ねえねえ何々さんと、何々さんはなんか運動部いたでしょ、なんか格闘技してるのと、こう聞かれだしたらもうね、いいですね。これはもうね、フェロモン感じさせる証拠ですよ。男の過去を知りたがる女、これはもうね、惚れられてるということでございます。という風に私は分類してるんですけどね。で、モテたければこの3つを意識すればいいんじゃないかなと思いますよね。で、この3つを意識してないとなかなかモテないです。まとめますよ。1つ目はボディです。体をしっかり作ること、戦闘力のある男としての闘争本能がありそうなボディ、これが第一印象です。はっきり言ってね、顔がイケメンじゃなくてもそっちの方が大事になってきます。で、2つ目なんですけど、清潔感です。ここで大事なのは顔の清潔感ですよ。今度は顔が大事になってきます。イケメンであるってわけではないですよ。自分の顔に責任を持ってメンテナンスを施しているかってことなんですよ。だから美顔クリームとかね、それから顔を洗う石鹸とか、特別に1000円ぐらいの勇気出して買ってくださいね。まあそういうの大事です。女性もメイクには時間をかけて、お金をかけてます。男性も同等のお金や時間をかけてもいいと思うんですよ。せいぜいひげ剃るぐらいダメです。顔を洗って洗顔用のね、テカテカになるようなね、ピカピカになるようなね、まあ石鹸はいいのを買いましょう。1万円の石鹸買っても1ヶ月以上持ちますから、もっと持ちますからね、安いです。1万円の石鹸は安い。これをね、100円の石鹸の顔にしちゃダメなんですよ。まあ100円の石鹸がダメってわけじゃないですけどね、ちゃんとメンテナンスしようと思ったら高い石鹸を買わないと、そういう意識にならないですから。で、清潔感でしょ。3つ目、フェロモンですよね。これは自分自身のことが大好きであるか、自分自身の人生を肯定できるかってところにかかってきます。しかもその肯定感を表現しないことですよ。感じさせること、それが男の匂いね、男臭さでございますと私は分類してますけど、いかがでしょうか。それでは、いってらっしゃい。